お疲れ様です。すいません、引かさせていただきます。お願いします。これが噂のあれですか、フェンダージャパン、フェンダーメイドインジャパン。おお、メイドインジャパン、いいっすね。俺フェンダー1本も持ってないんですよ。あ、そうなんですか。フェンダー1本も持ってないのにあの場に呼ばれるってすごい光栄ですよね。そうですね、買ったこともないですよね。いや、1本ぐらい俺買おうかな、フェンダー。買ってくださいよ。ねえ、これだって10万ぐらいなんでしょ。それは10万ぐらいね。いいっすね、このなんかザ・ソラドって感じが。こういうの1本ぐらい欲しいですね。でも俺なんかね、ほんまにこういうの買いに行こうとするじゃないですか、はい、行くじゃないですか。家帰ってきたら全然違うギア買ってるってよくあるんですよ。これね、俺の予想ではね、悪くない。あ、本当ですか、うん、感じがする。ちょっと鳴らしてみましょうか、早速。これ10万ぐらいだったらやっぱ安いな。マジですか、うん、全然なんかしっかり普通にいい感じで。
高いっていうのがいいですよ。いやでもね、全然普通にこれずっと使える感じはする。本当ですか？うん、改造してもいいやろうし、なんか手触りの感じとか全然こうフィットする感じがあっていいっすよ。まあ的な感じですかね。よかったらねチェックしてみてください。え、あ、もうめっちゃ人待ってるんですか？めっちゃ並んでるらしいですよ。確実に俺の効果ですね。間違いないですね。え、はい、西尾智也おれんのかみたいな。誰も言ってなかったと思いますけど、やっぱ、あ、テレビとかも、テレビっていうかなんか、あ、なんか YouTube とか、はい、あの俺らみたいなインフルエンサーっぽい人のやつ以外もなってましたもんね。あ、そうなんです、うん、それでなんかね、ギター熱なんか再びみたいなこと書いてて、はい、マジと思いましたよ。もうブーム来てたんやみたいな。